ルートビヒ・フィリップ・フォン・プファルツ・ジンメルンは、ドイツのプファルツ・ジンメルン家の講子で、プファルツ・ジンメルン・カイザース・ラウテルン公、プファルツ選帝校領の事実上の摂政を務めた。プファルツ選帝公、フリードリヒ4世とその妻で、オラニエ公・ウィレム1世の娘である、ルイーゼ・ユリアーナの間の末息子として生まれた。年に、父が死ぬと、兄のフリードリヒ世が、 先帝公くらいを継いだ一方で、ルートビヒは、父の遺言により、シュポンハイム伯領とジンメルン公領を与えられたが、これらの所領は1653年に、本家の先帝公家に返上させられた。フリードリヒ五世が、ボヘミア王に選出されると兄に随行して、ボヘミア入りし、1620年の白山の戦いが、起きるまでは、ブレスラウ司教領に滞在していた。 神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の命令で、ボヘミアがスペイン軍に占領されると、家族と共に亡命者となった。1632年、30年戦争に介入してきたスウェーデン軍は、占領したジンメルン公領にルートビヒを帰還させ、プファルツ選定公領の摂政に任命した。しかし1634年に、ネルトリンゲンの戦いに、 スウェーデン軍が皇帝軍に敗れると、再び古国を追われ、フランケンタールを経由して、スダン工領に落ち延びた。30年戦争が実質的に終戦を迎えると同時に、所領のカイザースラウテルンに戻った。1624年に、文芸愛好団体の実りを結ぶ会に入会し、最終的に帰国した直後の1646年には、カイザースラウテルンの市民14人に、 同会会への入会を許可している1631年12月4日に、ベルリン・ケルンにおいて、ブランデンブルク選定校、ヨアヒム・フリードリヒの娘、マリー・エレオ・ノーレと結婚した。妻は、姉エリーザベト・シャルロッテの夫、ゲオルク・ビルヘルム選定校のおばという、隕石関係であった。夫妻は7人の子女を設け、うち2人が成人した。ありがとうございます。